本命は発表しますな <laughs> 有馬記念始まりますリスナーさんまもなく有馬記念発送しますんでねえ そしたら今日は特別版有馬記念バージョンね年末スペシャルバージョンで本名は発表したいと思いますいきます火薬たる有馬記念本名はこちらになります中山2レース本日のメ,メインレースね一着賞金550万ドリームグランプリレース有馬記念本名はこちらになります 4番。インテルメディオです。これ全開開きます。ありがとうございます。これマジで強いわ、リスナーさん。もうね、語りません、リスナーさん。いつもね、買う、まあ、いろんな公爵垂れて買ってますけど、 あの、リスナーさん、本当に強い馬だから、もう多くは語りません。あのね、この新馬戦、リスナーさん。新馬戦、一勝馬じゃない、未勝利。これ新馬戦ね、アッシュルバニパル。この馬ね、リスナーさん。怪物だよ。モレーラが、モレーラがね、長距離乗りに来てるから、新馬戦の。新馬戦ごときで、モレーラがこれアッシュニルバニル、 またがって、これめちゃくちゃ強いからね。これ血統やばいらしいから。これ、アメリカの、もう本当のめちゃくちゃ強い馬の、あの、全く同じ配合なんだって。要するに意味わかるリスナーさん。要するに、フェブラリーステークスとかあるでしょフェブラリーステークスに、アメリカの一流のダート馬が走ってる感じ。 意味わかるただからどうなんのフルボッコンされるよ。アメリカの本当の本ちゃんのダート馬なんか、日本に来たら、フルボッコだよ。だって日本の馬がアメリカのダート参戦したら、あの、フレームアウトするからね。ま、マジで。それぐらいアメリカのダート場ってエグいから。ま、マジで。で、リスナーさん、この馬ね、やばいから。調教も、 長距離もね、50秒6とか出すからね。50秒6の11秒6。馬なりで出す時計だから。馬だからこれ。で、この馬に、リスナーさん、この馬にね、4分の3馬身差し迫ってるからね。しかも、この馬追い詰めてるからね、これ。相当強いよ、インテルメディオ。マジで。だって、直線入った時絶対届かない位置にいたからね、この帝王ドラッカー。 帝王ドラッカーが、これがまずめちゃくちゃ強いもん。帝王ドラッカーが、持ったまま直線入って、絶対に、あの、届かない位置だったんだよ。インテルメディオ。それ4馬身跳ね返してるからね。帝王ドラッカー。こう、間違いなく、あのー、今日、ぶっちぎって勝つよ。す、あのね、 リスナーさん、もうね、やっぱ諦めちゃダメだよ。今日メインレースとかゴミじゃん。こう有馬、ありま、あ記念ウィークかっていうぐらいゴミレースじゃん。リスナーさん、今日のじゃあ目玉何なのリスナーさん、今日の目玉、そんなにすごいんかってレース見てきてごらん。めちゃくちゃ強いよ。リスナーさん、今日の目玉あります今日火薬、有馬記念以外ね。 有馬記念以外で、火薬今日この馬出るんだぜって。例えば、先週だったらダノン、ダノの馬久しぶりにできたじゃん。あ、なんだったっけダノン。1.3倍で勝った馬。あれ何の馬だったっけ名前も全然出てこない。リささん誰か書いてくれない先週ダノン強かった馬。もうボケできて、な、馬の名前出てこないわ、ほんま。誰か書いてください。あの、川田が乗って、 阪神で、うち、うちついて。そう、ダノンティンパニー。ありがとう14、141号さん。ダノンティンパニー、火薬。今週、ダノンティンパニー出るんだぜって。あ、ダノンティンパニー、あ強い馬出るんだって。そういう馬いますいないでしょ、今週。でも、諦めてたんだよ。ああ、有りま記念ね。せめてありま記念買わなくても、リスナーさんに鉄板馬をお届けしたいなって。 思ってて、もうそれでも見つからなかったから、これクリスマスエルフ賞とかサンタクロースステークスとかね、ジングルベル賞とか。見て、もう諦めてたんですけど、最後まで諦めずにし、全レース調べたら、そう。287個さんありがとう。2レースね。かやちゃん渾身の鉄板馬。めーっけーいました、リスナーさん。これ。 で今日は年末これ最後締めくくりますえ栗田厩舎はタイトルホルダーでいっぱいいや長距離走ってるよインテルメディアインテルメディアってま長距離鬼がけはしてないけど普通に走ってますでリスナーさんちょっと正直ちょっとね追走するのちょっと手こずってますけどあのー、このレース自体まあレベルそこそこ高いからねうん まあ、せ、距離延長の1008になって、追走もまあ、できると思うし、まあ、直線だけで、できる。トム・マーカンとおったらね。うん、大丈夫。鉄板2倍おいしい。いや、だから、これね、リス、あのー、66号さん、これ朝一1.6倍だったんだよ。俺、それでも突っ込もうと思ってるもん。で、やっぱりね、リスナーさん。 やっぱり、これ何も知らないバカな連中は、やっぱこれ上がり38秒0とか出してるじゃん。実際さ、今の未勝利戦で上がり38秒0出して、走破時計1分55秒9だったら、やっぱ評価の対象になるんだよ。で、やっぱりホウオウ、鳳凰ベルクソンとかね。これ。えっ、ー、と、福ちゃん透明とかね。あのー、やっぱ人気吸ってくれる馬いるから。名称ソムリエとか。うん。これ来るわけないじゃん。どうやって勝つの ここから上がり39秒6で、化け物をどうやって倒すんだよ舐めんなよこれ。里のダイヤモンドサンクってもう破門されてるからね。里のダイヤモンドサンクもう、社台から破門されてますこんな死亡は。これで2倍つくありがたいよね。まさか2倍つくとはね。どん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 おつ、おつ上がってきてるから。やっぱじゃパドク、パドクちょっと見ます パドックもやってますあのねリスナーさん走り方も素晴らしいしなんて言うんだろう地面を完全に捉えてるんだよこの今走り方うん飛びもあんま高くないしねでそれでいてなんて言うの足の回転も速いしねすば素晴らしい馬だよこれインテルメディオ やっぱリスナーさん、やっぱね、鳥肌立ってくるね。そんなんわかるわかるじゃん。だって、21号さん、女の子で、んこんな走り方するやついるじゃん。こんなん。早いわけないじゃん。馬も一緒だよ。馬も走り方見たら、それはわかるよ。ただ、もう、あやねちゃん当たりありがとう、リース。当てるね、2レース、ありまきね。もう始まるから、ありまきね。おはよう。リスナーさん。 あの、ただし、重症とかは変な走り方してる馬いないよ。重症とか参照クラスとかオープンクラスは変な走り方してる馬いないよ。そんな走り方してたらオープンクラスまで登り詰めれないから。ただ、未勝利戦とかに関して言えば、いるから。明らかにこれも地方みたいに流れるような走り方の馬。そういう馬はもう飼えない。主者、あの切、切り捨てれるから。 鼻くそついてねえわく、うん、ちゃん透明あのね正直もうこのクラスになったらあのーまあ、メンバー揃ってるじゃん全く通用しないと思うよ他の馬見たけどねまあねくちゃん透明レース見たけどフォ、まあ、ームは良かったよ走り方のフォームは良かったけどさすが物が違うわうん で、これ、リスナーさん、帝王ドラッカーね。やっぱり、帝王ドラッカーもすごい手応えで3着死守してるんだよ。走り方も素晴らしくて。やっぱ強いよ。帝王ドラッカー、自走、2着だからね。しかも、走破時計素晴らしいから。1分24秒9で、勝ちに等しい2着。だからやっぱ素晴らしいよ。このレース、レベル高いよ。 ペースも流れたしね、ラップもな流れたしね、うん、距離延長も絶対合うと思う、タフなレース。<laughs> ちょっっと待ってねパドック見ますこう当てたいね、マジで。 パドック始まったねあのねホーベルクソンも上がり38秒フラット出してるからちょっと怖かったけど正直大したことないねバタ見たら、うん、その辺に 一生グラス止まり。うん。馬体見たら大体、その馬が何勝クラスまで行くって分かるから。4、やばいだろ、やっぱ !4、これ、やばいってリスナーさんやっぱり、すごい配合の馬に、迫ってるだけあるわ。4、すごくないパドック、今、リアルタイムで見てるけど。まず、歩幅がもうしっかりあるし、踏み込みもしっかりしてるし、首、 前足と後ろ足と首も連動して足してるしあの歩いてるしパドック普通にこれ良くないですか引き目なしでいやイクイノックスはねそんなパドックいい馬じゃないよ保養もあんま綺麗な馬じゃないよホー,ーさんどっちかって言ったらなんかねイクイノックス強いからって馬体とかねなんかパドックべた褒めする人いるけどあんま大したことないよイクイノックスのパドック正直、まあ、そういう例外もあります いや、マーカントうまいから。うん。昨日ちょっとマーカントあれね、なんだったっけえっ、ー、と、キングスパレス昨日のリスナーさん、マーカントート下手って言ってるやつ大丈夫かさ確かに去年は、中山ね、東京うまかったけど、マーカントね、東京から中山に行ったじゃん、マーカント。そっから全然ダメだったよ。でもリスナーさん、やっぱりね、世界で戦ってるジョッキーっていうのは、やっぱりね、 スポンジみたいに吸収しますね。カラッカラのスポンジみたいに、あの、技術、知識を吸収して、ね、それを活かしてますね。もう、マーカンと中山も乗れてるからね。去年、もうひどかったじゃん、中山です。もう追うだけ。もうとりあえず直線まで何も考えずに乗って、直線入ったらもうガンガン追うだけ。 でも、今年のマーカンと中山、俺、だから経営してたんだよ。去年中山下手くそだったから。うまいもん。昨日の、キングスパレスのレースとかも、めちゃくちゃうまいから。まあ負けちゃったけどね、2着に。キングスパレス、ちょ、離ね、全然ダメだったんだよ。口向き悪くて。まっすぐ走ってないけど。トム・マーカンと乗ったら馬、馬生まれ変わるから。いや、名称ソムレーション時期パドック良かった、ツバさん。 名称ソムリエよかったけど、もうも、も、のが違いますね。あの、つばさん、あの、この、アッシュル・ニバル。アッシュル・ニバル。これ、化け物だよ。これ、レモンポップだよ。リスナーさん。これ、はっきり言っおくよ。これ、レモンポップです。これ。アッシュル・ニ、ニパル。これ、レモンポップですね。これ。なんていうの血統の裏付けがあるレモンポップ。これ、相当強い。で、これね、 リスナーさん。これに4分の3橋にさ。で、これネット掲示板の情報だけど、このね、前傾。全く、前傾っていうのはあれね、兄弟のこと。全く同じ配合の。お父さんもお母さんも全く一緒。これ何の馬だったかな何の馬だった何の馬のあれなんだって。いや、最後流して、だから285号さん。あのね、 今、2歳の未勝利走ってる馬で、アッシュル・ニバルに迫れる馬ってどこにいるの流してるアッシュル・ニバルに迫れる馬1頭もいないわ。それがいるんだわ。1頭。しかも、モレーラ、これ、長距離も乗りに来てるからね。アッシュル・ニバブルに。これ、なんていう馬の兄弟だったかなまあ、とりあえず、アメリカの G1 勝ってる、馬の兄弟らしい。この馬。これに差し迫ってるからね。 でパドックも抜群何の馬だったっけリスナーさんあケ K ブロック北米 G1 を2勝 K ブロックと全く同じ反ありがとう259号さん K ブロックっていう名馬ね G1 アメリカ G12 勝ダートねもちろんアメリカって芝ないからリスナーさんアメリカ芝のレースないからダートね ちなみに、アメリカは芝のレースがないのと、ダートは左回りしかないです。北米 G1 全部左回り。いや、芝のレースありました。すいません。芝のレースありました。うん、<laughs> ピカイチ。まあ、正直、あの、名称、ソムリエ、パドック、いいですね。ただ、まあ、持ちタイムでも限界でしょ。後ろから、 これだって持ったまま、リスナーさん、持ったままさ、馬なりでね、持ったままやって上がり39秒6だったらまだ強い可能性あるけど、この位置にいるときってこれガンガン折ってさ、39秒6でしょ。申し訳ないけど、37秒前半は出すよ。インテルメディオ今日。37秒前半は出すと思う。しょ正直。中山で。うん で、1600メートル、まあ、ちょっと追走しんどかったけど、今日距離短縮で、中段はつけれるから。枠的に。中段はつけて、上がり37秒前半出したら、まあ、そりゃ、最低でも2馬身、2馬身はちぎるんじゃないかな。最低ね。発馬で寄られたらしい。でも、上がりはもう39、40秒弱だったら無理だよ。 買おうかいやでもよかったリスナーさんパドック良かったからよかったです一安心ですこれでね妥協して買いたくないからね素晴らしいでも鳥肌立つよリスナーさん鳥肌立ちますねなんでシルクってさリスナーさんシルクレーシング本当すごいねうん そうだよ翼さんあのレース映像見てきてごらんあのインテルメディオの4馬身つけられてる馬に直線入って逃げて直線入って手前一瞬で変えて手応え抜群で走ってるんだよでその,その直線入った時かなり差あったんだよインテルメディオと帝王ドランカーそれ4馬身ひっくり返してるからねもう中学生とあの大学生が スポーツするみたいな感じ。中学生がバス,バスケ、バスケとか、中学生が大学生の大会に出る感じ。勝てっこないよ、ほんまに。それぐらい能力差ある。これがね、リスナーさん、2倍つくんだよ。トム・マーカンと乗って。やっぱりね、もうこれ、見てないんだろうね、この紙しか。紙の情報しか、ペラペラのね、薄っぺらい。紙の情報だけしか見てないんだろうね。 やっぱ3着多いじゃん。2着2着3着2着って。どうしてもオッツ、おっつ、おっつ狙って買っちゃう人いるんだよ。えこれ、あの、シンバ戦これまあタイムも38秒6だったら、まあちょっと早いぐらいで2倍切る人気だったらちょっとこれは買いにいわ新わシンバ戦でって。なっちゃうんだよ。シンバ荒れるからね。うん。シンバこぼす、まあ多いからね、やっぱり。一番人気で2、3着取るこぼし多いから。 で敬遠しちゃうんだよやっぱ私ちょっと待って回収マンだけ見ますこれ20本発うだよね回収マンして見たい人顔リスナーさんあのクリスマスプレゼントでねクリスマスプレゼントでリスナーさんに単勝ね買ってほしいんだけど単勝禁止で 単勝買う人ね、真似するのはやめてください。あの、買うのであれば、馬炭、馬単と三連単の頭固定で買ってくださいね。オッズが下がってしまうんで、それだけはやめてください。もし単勝乗るのであれば、アイテムくださいね。うん。お願いします。それ、ルールで守ってください。あ、いいね。回収マンいいっすね。飛び用がなくない これ見て。リスナーさん、これ今、今これね、コーナリング、高コーナリングしてきてるんだよ。今。で、しっかり左手前、走ってる。もう馬が競馬を受け入れてます。まあこれまあ普通なんだけど、うん、これこうコーナリングしてきてるんだよ、手前に。左に回ってんの。これしっかり左手前で。まあこれ普通なんだけど、まあ、ちゃんと、 レースできますよっていう保険、保険になるから。回収馬こういうとこ見ないとダメだよ。本当にひどい、本当にひどい馬は、あの、逆手前で回収馬してるから。あの、ゆっくり、ゆっくりなスピードだったら。ゆっくりなスピードだったら逆手前で走ってる馬結構いるから。うん、対象に決まって勘弁してくれよ。1.1倍取ってストマックさんじゃないんだから。ちょっと待って、1.7倍に下がったわ。 うざいなマジで2倍あったのにね、うん、黒沢紫耀さんちょっと分かんないっすわグリーンチャンネルの人ですか、うん、14番4番単勝ちょっと安,な安くなっうリスナーさんもう買わないでくれよリスナーさん「朝一の競馬の単勝の売り上げって知ってるリスナーさんいくらか あの、4000万しか売り上げないからね、朝市って。単勝。あの、中央ね。地方じゃない中央って、朝市単勝売り上げ4000万だからね。だから、50万とかね、火薬の本命場50万、100万乗られたら、おっつ、変動するよ。4000万。